はい、皆さんどうも、いつもお世話になってます。今回は、各種腸のハンドペアリング法ということで、ハンドペアリングの要点をご説明してみたいと思います。まず、チャマダラセセリ。私、左利きですので、左手にメスを持ちます。皆さん逆になるかと思いますけれども、右手にオスですね。メスは鱗粉が取れないように髪を折り曲げて、この内面にはパラフィン紙を貼り付けてあります。まずメスの腹部でオスのバルバを刺激します。チャマダラセセリの場合は自分からバルバを開閉することがあまりないです。刺激して、開く場合も少し開く場合もあるんですけれども、主に要領としましてはメスの腹部で、こじ開けるという形です。まあ厄介なことに、メスはこの嫌がってくねくねしてしまいます。落ち着かないです。なかなかいい位置に持ってくることが難しいですけれども、まあ言ってみればそれが一つの大きな難点というか大変なところかと思います。でまあうまくこじ開けて、あまり細かい位置というかはわからないですけど、まあ一つ良いところはメスがこの動いて上下に伸びたり縮んだりした時に、オスの引っ掛ける爪とうまく重なる場合があるんです。そうするとオスが急にバルバをもぞもぞとこう動き出します。この状態になったらうまく引っ掛けたということになります。ただ一つこの状態ですぐに手を離してしまうと、まだ完全に合体してませんので離れてしまいます。ですのでチャマダラセセリの場合はしばらくこの奥から交尾器を引き出すというんですかね、そのまでに、10秒から20秒くらい持ってます。で、それから離すという形になります。交尾時間は短い方です。30分ないかと思います。まあこんな形です。チャマダラセセリは吹き流しの交配も稀に可能です。私の場合はまずこのハンドペアリング、羽が傷んだりとかまだ確実性がないんで、吹き流しでまずやってます。吹き流しで1オス1メス入れて、そうすると偶然かもしれないんですけれども、つく場合があります。たら儲けという形で、つかない場合にハンドペアリングを行います。はい、続きまして黒子紫。非常に簡単な要点だけになります。やはりやり方基本は一緒で、左手にメス、右手にオスですね。でメスの腹部で交尾器付近先端部分でオスのバルバを刺激します。小紫の場合はメスの腹部がかなり丸々太ってて大きいです。でまた交尾器がよく肉眼でも見えます、目立ちます。ですのでだいたいくっつける場所は分かっていただけると思いますけれども、刺激するとオスがバルバを開く時があります。その瞬間にいい位置に持っていくとゆっくり挟みます。小紫の場合はゆっくりゆっくり、バルバを閉じる動作をします。まあ、こんな形で交配が成立します。はい、続きまして小兵もんもどき。小兵もんもどきは
原則的に、もどきの類は吹き流しの交配が容易というか、まあ、可能です。ただ不思議なもんで類代重なっていくとというか、その年の条件によって全く感知しない場合があります。そのような時にこの吹き流し、失礼しました、ハンドペアリングを行います。メスの交尾器はやはりよくわかりますけども、蓋をしております。で、オスはこの蓋を、メスの交尾器の蓋を持ち上げて中にペニスを入れて交尾するという形になります。まあ、オスのやる気というか、もぞもぞと自分で探り当てる動作をするかどうかということが重要なポイントになると思います。はい、続きまして中国の大紫、中国に限らず大紫全般ですけれども、やはり、メスの交尾器は穴がよく見えます。オスのバルバもかなりでかいです。一つの大きなポイントとしましたら、オスが成熟するまでにやはり大型の縦波長ということで、1週間かかります。ですので成熟しないと交尾は成立しません。オスがバルバを開いて痙攣して、でグッと一気に挟むという状態になります。まあ、このビデオこの状態で挟んでないんですけど、通常はこの状態まで持っていくと自然にピクピクとバルバが反応して、で、一気に挟むんですけれども、このオスはまだ元気のない方です。このような状態でピクピクとして一気に挟みます。どうも縦葉の場合はあまりこの爪、引っ掛ける爪は関係ないみたいですね。はい。続きまして青縦葉もどき。まあ、こんなような蝶はハンドペアリングができないんじゃないか、難しいんじゃないかと一見思われますけれども、コツさえつかめば非常に簡単です。ややオスの腹部を圧迫します。そうしないとバルバとか交尾器が露出しません。それでも大丈夫ですので、で、いい位置に持ってきますと、オスが爪が4つあるんですかね。この今画像で見えている爪を自ら動かして、で、挟もうとします。このような状態ができるオスに限って交配が成立します。個体差があってなかなかうまくいかない場合もあります。はい、続きましてクモマツマキチョウです。クモマツマキチョウのハンドペアリングもなかなかコツをつかむまでに私の場合でもかなり何年か要しました。実体顕微鏡を使いながらやるんですけれども、クモツキの場合はオスは成熟が早くて2日ないし3日後にはもう交配できます。問題はメスの交尾器がかなり奥まってて、自らこの画像のように、露出してグッと中を見せないと、このようなメスでないと交配ができません。これも個体差があるんですけれども、メスの場合は羽化当日はあまり腹部を開きません。翌日くらいがいいかと思います。また何回もこうオスとメス干渉しますと、メスは嫌がってというか余計腹部を開かなくなりますので、そのようなメスは少し、人為的に腹部を圧迫して開かせる方法も取ります。一
と初対面の一番最初の状態が一番いいです。ムズが良いのか、メスが交尾器を自ら露出するとを締めたということで、そのようなメスはうまく交配できます。はい、最後になりました。琉球ムラサキです。大型の縦波長になりますけれども、交尾器はやはり奥まってて、オスのバルバなんかもかなり奥の方に隠れてて、自ら交尾器を出すことがないです。で、強制的に腹部を圧迫、それで、まずこのティッシュを、なんかで、尖らせて、刺激して、見ます。そうすると露出してきます。先ほどの青縦ヤモドキとよく似ております。交尾器の構造もよく似てます。縦ヤ全体的にこのような形なのかなと思いますけれども、で、自らオスが交尾器をこのくらい出さないとダメですね。それで、この爪というか何ですかね、それでクッと一瞬探し当てて、本当龍村の場合は瞬時に、つくという形になります。メスの交尾器がどこにあるかとか、どことどこを重ねて挟むとか、そういうことはあまり考えずに、だいたいこの位置で持っていって、あとはオス任せという形になります。うまく交配しますと、1000卵くらい産んでくれますので、大変重要なというか、ハンドペアリングも大事なとこだと思います。こんな形ですね。リプレイしてみました。はい、離れてしまう場合もありますので、少しやはり、持っているということも重要になります。これは海洋灯型っていうんですか、ちょっと赤い門が見える綺麗な琉球ムラサキになります。はい、以上になります。どうも皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。失礼します。